兵庫県内でも有数の梨の産地として知られる香美町で、特産品の20世紀梨の出荷が始まりました。香美町内では47戸の農家がおよそ15ヘクタールの耕地で梨を栽培していて、特産品の20世紀梨が旬を迎えています。今年は梅雨の長雨で生育が心配されていましたが、その後の好天で回復し、小ぶりではあるものの糖度が11度から12度と高い甘くみずみずしい梨が育ったということです。 JA 田島霞支所では職員が作業に追われ、初日の今日は64ケースが出荷されました。いや、 やっぱ嬉しいです。これから来る台風がちょっと気になっておりますんで、まあ、できるだけ美味しい梨を、今日も糖度検査したら、11.5 平均ありましたんで、おそらく今年も美味しい梨が届けられると思っております。出荷作業は来月18日まで行われ、およそ100トンが地元の市場や阪神館に出荷されます。